みっくん山水線でコーラ星。毎度亀次郎です。今日は簡易的ですがみっくんのコーラ干しする場所を作っております。まあここだけじゃなくても他にできるところはあるんだけれど、作業してる時にねちょっとここでコーラ干しをしてもらおうかなと思って簡易的なコーラ干しスペースを作ってみました。これは玄関先にある散水栓で、まあここにね水をためて、で陸地も作って、でこの後でカゴも置いてここでコーラ干しをしてもらう。ただねこれは目を離すことはできないんで、まあ近くにはねもしかしたら猫とか一度ハクビシンも見てますので、まあ近くを離れることはできないんですけれど、あくまで簡易的と思ってご覧ください。はい、水が溜まりました。まあ水はこんなもんです、簡易だからね。でキッチンで使っている、まあ皿洗った後に置くねカゴね、これをまあ蓋代わりにします。で3分の1は日陰になるように、まあこれ発泡スチロールみたいなね、カラーボードみたいなやつなんだけど、それを乗っけてます。でダンベルの重りを置いて脱走防止って感じですね。まあみくんぐらいだったらね、まあこのぐらいの重りで動かせないんで大丈夫です。はい、みっくんに入ってもらいました。ちょっとね窮屈だけどね、コーラ干しの間だけなんでこんな感じで我慢してコーラ干しをしてもらいます。みっくんどうでしょうって、いいわけないわな。はい、ちょっとした工作を終えてもう一度みっくんの様子を見に来ました。どうですかみっくん、コーラ干ししてますかって曇ってきちゃったんだけどね。みっくんしっかりコーラ干ししないとコーラがちゃんと成長しませんからね、ちゃんとコーラ干ししてください。こちらは水槽の一コマ。もう亀池にいた時よりもね全然元気なんだよね。はい、じゃあお次は亀池改造計画です。やっぱりね亀池にみっくんスペース作ります。この柱までをみっくんスペースにしようと思います。もちろん水場も作ります。でこの真ん中のこれ110センチあるまあプライ置きなんだけど、これをねさっきの柱のところまで右に寄せます。そうするとこの辺まで来る、こっからこの辺までこの池がね、だまあ30センチちょっと右にずらす感じで、こちらの方とこの水槽は撤去です。まあもともと小亀入れようと思ってたんだけど撤去です。でそこを陸地にします。だいたい1200ぐらいになるかな。はい、こんな感じです。この白い仕切りのところが右ミックスペース、左黒口とナチャースペースです。はい、そうこうしてる間に次の画像になっちゃいましたね。会社から帰宅してからいつもの、まあ、ルーティーンというか日課で餌やりです。なっちゃんがねなんか持った感じちょっと軽く気がするんだよね。まあ、もしかしたら産卵したのかも。でも爆食してるからな、それはないと思うんだけど、一応後で陸地のところを少し確認したいと思います。はい、まあまずは餌やりで、で
黒口となっちゃんをね一緒にすると黒口がね興奮しちゃって餌食べないんですよ。だから分けてあげます。こんな感じね、だいたい OK 2杯ずつぐらいで、今日はまあ何種類か亀餌はあるんだけど、今日はね亀プロスプレミアムをあげたいと思います。まあだいたいこのくらいでね、これちょっと揚げすぎだと思うでしょ。でもこのぐらいねペロッと食っちゃうんだよね。まあそれを食わしていいのかどうかはわからないんだけれど、まあなっちゃん産卵前でそのうち急に食べなくなると思うんで栄養はしっかりとってもらおうと思います。でね、去年に比べて黒口が食うね。はい、でこの画像はちょっとチェックしてみたんだね。でここは掘り返したけどない。でシェルターの入り口のところは結構掘り返されたんでそこも見たけどない。で後のところはちょっとね触ってみたんだけど全然土が掘り返されているような柔らかさではないんで今回産卵はねしてないね。で去年は7月の中旬と8月の中旬の2回産卵してるんで、まあもうちょっとかもしんないね。ただ動きが良くなってんだよな不思議と。まあちょっとこれは分からないんでもう一回ねちょっと週末にしっかり全面確認はしてみたいと思います。ただある程度日が経っちゃったらちょっと掘り返すのもおっかないからそのままで野生化するかどうかの確認になっちゃうかもしれないけどね。ただなぁ黒口がね根性出してくれてればいいけどね、そうじゃなかったら無精卵だと思うからね。うん、でも去年ね意外と白濁してたんだけどな。ただねまさか産んでると思わなくてスコップ突っ込んでね卵割っちゃったんでね2つしかね卵取れなかったんで、でもそれもね孵化することはなかったんだよね。でも白濁はねしてたはしてたんですよ。まあちょっとね私も経験がないんで本当に有精卵だかどうかっていうのはちょっとわかんないんだけど、他の方のやつ卵の映像を見るとね似たような感じだったんだけどね。今年は期待したいです。できればベビーからクサガメを育ててみたいという気持ちもあります。でもしねこの亀池を分けてしまえば右エリア、まあみっくんとだったらまあなんとか大丈夫だと思ってまあ一緒にね飼育できたらと思います。はい、亀池の片付けです。こんな感じでねちゃんとネット張ってまあ猫よけでたまに見るねハクビシンよけという感じにしてます。ただねアライグマとかだったらちょっとこのねネットでやばいかもしれないですけどね、まあ見たこともないし、まあ他の方からの報告だと裏に梨園があるんだけどそちらの人も聞いたけどまあそういったものは見たことないよって言ったんで大丈夫かなと思います。これからやる作業は雨水タンクから水を亀池に持ってくる。ただコック入れるだけだけど、はい、これで水の補充ができます。今使った水は亀池のね上にある雨水タンクではなくて北面にもね雨水タンクを設けてますので、それがねこのコックをひねれば亀池に水が自動的に入るように作ってあります。はい、これが亀次郎の亀池でした。改造するよ。ご視聴ありがとうございました。ミシッピーニオイガメ草ガメ低予算 DIY、 まあこのような動画を投稿しておりますが、まあ嬉しいことに約800人の登録者になります。まだ800になってないけどね。で今年度中に1000人を目標に頑張っていきますので皆さん応援よろしくお願いいたします。
これからも亀次郎は頑張っていきますので、どうかまた遊びに来てください。それじゃあまた。